り方と、離婚熟年離婚が25年で7割増し濡れ落ち葉となった夫が妻に見捨てられるという常識に変化も、結婚して20年以上の夫婦の離婚、いわゆる熟年離婚は2014年に 36,800 件を数え、25年前の7割増しとなった。好感伝えられる多くのケースは、濡れ落ち葉となった夫が妻に見捨てられるというものだが、そんな常識に変化が起きている。定年を迎えた夫に離婚を突きつけた妻はセカンドライフを謳歌し、家事に疎い夫は汚れ切った部屋でインスタント食品の毎日を過ごす。熟年離婚と聞いて思い浮かべるのはそんなイメージだろう。だが、その構図に逆転現象が生まれつつあるという。離婚カウンセラーの岡野敦子氏が語る。10年ほど前までは女性が離婚を求めるケースが8割でしたが、現在は男性から切り出すケースが4割に急増しています。夫たちがこの妻と20年近い老後人生を共に歩めるかを考えて離婚を決断するようになっているのです。しかも妻と別れるという生き方を選ぶ理由は別の女性ができたからとは限らない。東京在住、結婚30年目の A 氏、57、は専業主婦の妻、54、との離婚を決意し、現在は別居して離婚協議中だ。子供に手がかからなくなってから妻にはパート勤めや資格の勉強をしたらどうかと勧めましたが、妻は面倒くさいと言うばかりで何の教養も身につけようとしない。当然、会話は家の中の出来事ばかりなので、広がりもなければ長続きもしない。家事は一通りやっているし、妻を憎む理由もありませんが、ふと残りの人生を考えたとき、こんな生活が続いていくことに暗淡とした気持ちになって離婚を切り出しました。前で農家の氏のもとに相談に訪れた結婚35年の B さん、57、は、二人の子供が独立した矢先、金融マンの夫、60、から離婚を求められたという。原因は B さんでした。家事は手抜き、打ち込む趣味もなく、専業主婦にあぐらをかく姿に夫は不満を募らせていた。夫は財産の管理運用に積極的で、B さんは全て不妊性だった。そして旦那さんは彼女に財産分割のリストを記した一枚の紙を差し出した。それを見せられた時に初めて B さんは夫がずっと離婚に向けて準備していたことに気づいたそうです。岡野氏、B さん夫妻のケースのように、家事をめぐって夫が老後を一緒に過ごすのはこの女ではない、と離婚を決意するケースは少なくない。離婚問題に詳しいフラクタル法律事務所田村優斗弁護士はこう言う。かつては妻から離婚を切り出されると生活力のない夫が途方に暮れたものですが、この10年で世の中は様変わりしました。最近はコンビニ弁当も一人暮らしのシニア層を意識しており、家事代行サービスも充実している。料理や家事ができる男性が増え、妻が不在でも生活に困らなくなってきた。それが離婚を切り出す男性が増えている一因でしょう。茨城県内で40年近くレストランを営む60代の C 氏は、自分らしい人生を貫くために5年前に離婚した。東京から茨城に嫁いできた妻は東京に店を出したいが口癖でした。私も妻の願いを叶えようと頑張って働き、10年ほど前に実際に物件も購入しました。しかし、東京では私の思うようなアットホームな店の経営は難しいことがわかり、これまでの常連客を裏切ることはできないという思いもあって私は翻意しました。だが東京で暮らしたかった妻はそれを全く理解しないから議論は噛み合わない。そのタイミングで娘も都内の志望校に合格が決まった。それを機に私は自分らしい人生を生き抜きたいと考え離婚を切り出しました。妻は離婚を受け入れて娘と共に都内の新居で生活することを承諾。肩の荷が下りた C 氏はレストラン経営の他に料理教室の講師も始めた。現在では若い女子生徒に囲まれる日々を楽しんでいる。先生先生と呼ばれるのも悪くない。離婚を選んで正解だったとしみじみ思っています。C 氏、民の声に続く。